とわくん3歳の誕生日パーティーをしました。ぐでたまが大好きなとわちゃんのためにふうはぐでたまケーキを作りました。それではえはらきチャンネル始まります。料理をすこサイゼリアふみで、そう、サイゼリアの小指のカクテル、あれが大好きだから、とわちゃんが一皿食べるの、そう、一人で一皿食べちゃうから、これはぜひ、メニューに入れたいと思います。そう、大好きじゃん、わかった、本当に大好き、ね、ママも好き、ママも好き、絶対サイゼリアで食べる。とわちゃん、ぐでたまが大好きなんで、最近、ぐでたまのお料理、ぐでたま系にしましょう。だから卵をいっぱい使うね。なんかわかめ少なくない？なんかさ、お皿いっぱいにしたいんだけど。あ、全部？うん、いく。わかめってこんなでかいんですね。初めて見ましたわ。それが、これが本当？それが、これが入ってんの？こうやってこうやってこうやって生えたの。やだ。はい、できました。うわ、そんな、うん、ちょっとお皿がなんかこれで真ん中にダーンってなっちゃう。お皿がじゃあちっちゃい、どれかでっかいでしょ。もうてんこ盛りにエビも入れればいい。イエーイ、やばい、大好き。買ってきました、この日の、この日のためにママが買ってくるからださっき。じゃあミュウスが高すぎて、次はふーちゃんの誕生日ですから、まあ、私がやらせていただきます。手足を
あ、ちょっと一回お手本見た方がいいんじゃない？あの、あ、ライン。これもちょっとずつ作っております。真剣にやっております。うん。太い。はい。こんなん簡単ですよ。まあ、この手にかかれば。ほら、はい、綺麗、はい、綺麗。はい、綺麗でしょ。うん、なんかさ、ゾンビのくでたまみたい。やば、目まで三角になっちゃった。やば、私これ何やっとる。いいよね、いいって言って。お、かわいいじゃん。グルタマにサングラスかけてるバージョンもあった気がする。ちょんちょい色する？黄色。あれ、トミカあったよ。トミカはさ、あ、そうか。こちらます？でもおかしいかも。確かに。確かに。お、いいじゃん、めいちゃん。さあ、さあ。うまいね。おいしそう。ノーマンちゃんと作ったゾンビだから。いつも自分がアレンジするからさ。ちゃんと作ったことが逆にない。ね、ほっぽもさ、ちゃんとさ、作ってほしい。あの、たこ焼き屋さんみたいな。あ、いいよ。あるよ。あれ、足りません。足りません。やばいです。
これ生地。スパモリおいしそう。おいしそう。もう今1個食べたろかなと思って、いっぱいあるからいいかなっていう。グレちゃん作るの大変だったんだから。精神削るほどの。グレ玉ええやん。手が届かないって入ってます。いいじゃない。風船は上に貼るの？ああ、なるほどね。吊り下げる。いいじゃない。いい感じ、いい感じ。ゆで玉スパムおにぎりとトミカの皮のとか。入り口で一つあったらお店やと思う。それもいいかもね、アイディア的に。うん、いいじゃんいいじゃん、かわいいかわいい。レッツカーン。せーの、喜んでくれるね。ふわちゃん座ってください。ぜひぜひ。ふわちゃん見て、これでしょ。僕見てください。僕これ取れない。あー、怖い。僕それじゃなくて、見て見て、これ何、これ、これ何、これくれたの。そうやった。エビ、エビ、これです。これ何、これ何、これ、これ、これ、おめでとう。これは？いい顔。どうする？ぐれたま。ぐれたま。じゃあママと。ママね。全部これぐれたま。ぐれたま。ぐれたま。いっぱいぐれたま。なあ。じゃあ皆さん。父ちゃんの大好きなふーするよ。ふーするか。ふーしようか。お茶電気。お茶電気さ、廊下のとこ消していい？やばい。飛びますよ。せーの。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアトーヤン、ハッピーバースデーとユー。おめでとう。みんな、みんな、何歳になったんですか？3歳からいろいろ入れるとこ多いし、キッザニアも行けるしね。キッザニアしてアイスクリーム作ろうね。いやアイスクリーム作ったことある。そう、歌もね、3歳デビューしたから。せーの、いただきます。わお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 。ええやん。どれから食べる？そうなんだよ。お腹すいてたな。ドレッシングかけて。ドレッシングあるね。お母ちゃん、サイゼリアのドレッシング。大好きなサイゼリアの。お母ちゃん、エビここに入れて。食べるんだよ。ええー。父さんは食べる。
もいる。いただきます。いる？やばい、だわがいや。わかめちゃんとです。めっちゃわかめしてる。すごい買ってんか。うん、海カラリアの小エビのカクテル風。じゃあ、タイちゃんが締めくる。タイちゃん、こっちだー。おてっせがなくなった。あ、見て見て、これしたソースとマヨ。じゃあ、第2回たこ焼きをやった。たこ焼きソース甘い、これ。プレゼントある。また取りに行きたい。行けないから。あ、わかった。わかった。一人で行けないから。持って行けないから。わあ、困っちゃった。からは。いや、ちゃうね、これな、思い切り行くとさ、勢いよく行くと。どうしよう、どうしよう、パトカーに問われた。わあ、見てんだ。確かに、いつもなんかグレーっぽいやつだ。グレーっぽい。届けないんだ。アメロキー、アメロキー。ここなんか、ここなんか。あの、クマさんに出会った。ビューグルー。ビュまた見てよ。ワインもシャンパンみたいになる。パパ、あれもあるよね。ワインがさ、パティーンって言っちゃってた。割れる時点で。歌、歌、コルス。パパ、ママ、ワインで乾杯しましょう。はい、乾杯。はい、乾杯。おめでとう。わー、わかめちゃん。無事に末っ子の3歳になりました。うん。若いってことだから。そうね。うん、美味しいとはちゃん。ごめんなさい。何をやったの。超絶かわいいとはくん。それで。みゆこれやって。みゆアイライナー黒とグレーどっちがいい。なんかすごいさ、スルーされた感じ。めっちゃ一人。黒とグレーとか言われてた。アイライナーの話。うん、悲しい顔してんねん今。急に切なさが込み上げて。え、めっちゃ悲しい。昔スパムですごく悲しい思い出があったんちゃう。あの顔は。天下知れてへんじゃないか。カリッとせんくてどうすんのそれ。カリッとせんくて。カリッとせんかいな。あ、お姉さんが来ましたわ。いらっしゃい。しかもね、超美味しい。あなたの飲み。とわくんが風船取りに出かけます。あ、さあ、どれ取りたい。どっち、どっち、どれ取る。どれ取る。しょ、ぐでたまの風船を、いくよ。ラリー。ゴー。みゆさん、ジャングルクルーズ、風船の旅第4弾。もう一回チャレンジする。どの風船にします。あれ、これ。じゃあ行くよ、行くよ。ジャンプして、こうやって取りに行け、取りに行け、行くぞ。せーの、取って、両手で取って、両手で。上手にできてますね。うまいでしょ。え、やばい、遺伝ですか。やばい、ちゃんと遺伝してます。あら、遺伝します。たこ焼きを食べるふーちゃん、篠山テイクに行きましょう。お願いします。じゃあ、焼いてどこの篠山テイク。すいません、ね、うちは、まあ、明治時代から水が出てきた手法でやらせていただいて、あ、残念ながら、おとちゃんが動きすぎておとちゃんにピンと合いました。お疲れした。ふーちゃんは結構主張が強くて後ろにはピンと合わないです。ふーちゃんに合ってます。やっぱり後ろにいるんですけどね、視覚が。じゃあ音がちょっと後ろに行ったりと思います。はい、やってみましょう。
お父ちゃんに会いました。一瞬。みなさんが舌鼓を打った間、主役はもう遊びに入っております。あと1個ない、あと1個ないことに頭を悩ましておりました。あと1個は、あと1個なんて、ねえねえ、パパ、こんなに食いの見て、買って、うん、あーよかった、すごい。あと1個あったの？ない。ないの？でもレイヤー入れる。ほい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 。レイヤーってさ、あと1個は？何個入れるよ。探してみよう。できちゃう。あと1個ない。双子みたいに。そう、肉してやる。そうそうそう。双子みたいに。ちょっとやっぱこれも作っとこう。クレラクルじゃん。あれが好きに見過ぎた。それじゃない、それ違う、それアルファード。できるかな？お、できるんじゃない？ほら。あと一個ないね。あと1個あったら完成するのに。すごい、スクラップ&ビルド、これ3歳で学んでるんだよね。これが、あーいいですね。またスクラップ&ビルドです。誰から渡しますか？いやもう隠れてないですよ。おっちゃんからどうぞ。おっちゃんどうぞ。誕生日なんかはのび太です。あ、あったの？そう。え、何？開けてみる。
げたいもんな。うわー、あきなとおーちゃんにこれ弾いてほしいんだよね。うん、ギターね。よかったね。ここどうかな。よかったね。はい、とーちゃん次はじゃあパパとママから。ママちゃん、パパとママからのプレゼントあげる。お、ダンプカー。ダンプカー、じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、ママとパパからだって。うわー、ママとパパからの僕あげる。なんでしょうね。じゃーん、わー、なんでしょうね。なんでしょうね。なんでしょう。うわそうそう、本読んでるからさ、本で遊んでるから、それがすごい。よかったの。え、すごい。これタッチしたら音なりやん。そうそうそう、タッチしたら喋るの。おめでとう。みんなからおめでとう。おめでとう。おめでとう。すごい盛りだくさんやろ。兄弟多いから本当プレゼントだらけ。よし、ケーキ食べよう。うわぁ、できた。あ、ほぼ人数分のケーキフォームもできた。いきます。ググ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 グ、これ好きそう。今回はトア君の誕生日会をしましたけども、ウタ君はねちょっと体調悪くて寝ちゃいましたけども、はい、もうさすがにさ、うん、お姉ちゃんこんだけおったら誕生日プレゼントいかついな、ほんまに。ファンクラブイベントくらいもらってたね。でも必死なって遊んでるから、もうまだまだまだ開けきってないやつがいっぱいありますからこっち。まだ全部よかったな、大家族ならではで、これ、ね、今度も誕生日プレゼントいっぱいもらえる。そうよ、みんなもらえるから、すごい。だってあの、もしのこんだけ喋っててもトワ君も全く興味ないから、もうおもちゃに夢中ですからね。かわいい内股で。まあ満足してくれたんでよかったんじゃないですか。よかった、よかった、うん、あのね、次は9月のふーちゃん。ですね、すごいね、年間にもめちゃくちゃ誕生日来ますけど、まだ何か考えてるんだけど、そう、7回来るんですよ。パパとママあんまやれへんから 5回かな、基本的には。でもお店とか、あのさ、母の日とか父の日のプレゼントもさ、あー、くださるもんね、皆さん。それもあると思う。毎日がスペシャルです。毎日がスペシャルですか。はい、またお誕生日会しましょう。しましょう。あ、すいません、毎日はエブリィで来てますか。あね、まあ、今夜はトゥナイトですからね。じゃあまた、やりましょうということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。片手間バイバイ。どうも歌で最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。